それでは皆さん、こんにちは。今回はですね、対談動画ということで、はい、我々が新しく始めたですね、アクションコーチっていう経営者向けの教育事業があるんですけれども、それをこう早速第1号として受けてくれた、山本さんにですね、今日はインタビューをしていきたいなと思っています。はい、じゃあ山本さん、簡単に自己紹介を皆さんにしてもらっていいですか。はい、株式会社インフィニットフィールドの山本と申します。2002年にですね、創業してですね、約20年ぐらい IT の会社をやっております。今30人ぐらいおりましてですね、主にはですね、技術者派遣とかですね、あとは法人向けのプログラミング研修と小中学生向けのプログラム教室ですね、こういったことをやっております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。でもすごいですね、20年も経営してるって。もうね、苦労ばっかりですけど、ね、いやすごいですね。30人も、ね、従業員の方いて、それで年商が3億、そうですね、3億2000万ぐらいですね。2000万、はい、大社長ですね。いやもう素晴らしい、ありがとうございます。はい、じゃあ早速受けてもらった時のことを聞きたいんですけども、はい、まあ、自分で聞くのもなんかあれですけど、こうどうしてこうアクションコーチを僕から受けてみようと思ったのかなってことを、はい、ああそうですね、はい、まあ、まず一番最初はラジオでね、そうですね、一緒に MC させてもらって、はい、そこで仲良くさせてもらったんですけども、はい、でそこからですね、交流会に、うんうん、かっこよくな交流会に参加するようになって、はい、そこでアクションコーチのね、ミニセミナーみたいなことをしていらっしゃいましたね。はい、それを見て、あ、なんか面白そうだなと思ったのが一番最初のきっかけなんですね。なるほど。はい、でその後にたまたまランチ一緒にすることがあって、うんうんうん、その時にどうだったっていう話をされたのと、はい、ちょっと受けてみない、うんうん、っていうことだったので、あ、じゃあちょっとお願いしますっていうので、うんうん、嬉しいですね。はい、そこがきっかけですね。はい、ありがとうございます。はい、じゃあ実際受けて、まあ、2、3ヶ月ぐらい一緒にこうやってきたわけですけども、はい、まあ、感想というか良かったところというか、はい、そうですね、はい、私自身は、まあ、受けてみて良かったなってところいっぱいあるんですけど、はい、もともとすごくそういう経営の仕組み作りとか興味があって、うんうん、本読んだりとかいろんな方のお話伺って、うん、真似できるとかどんどん取り込んだりとしてたんですけど、うんうん、まあ、それがその実際正しいかどうか、うんうん、合ってるのかっていうのは分かんなかったんですけど、うん、実際にその牛にやってもらって、うんうん、あ、これ正しいねとか、うん、あ、これちょっとずれてたねとか、うん、あ、これ足りないかもしれないっていうのが分かってきたので、うんうん、そこが非常に良かったなっていうのと、それとあとはまあ、コーチということで、まあ、いろいろこう壁打ち相手になっていただいて、うんうんうん、実際にその自分の事業だけじゃなくてその中身の部分ですよね、はい、実情も全部お話しするので、うんうん、まあ、それを聞いてもらった上で、うんうん、こういった人を紹介できるよとか提案いただいて、実際に紹介いただいてお話ししたら事業に弾みがついたりとかね、うん、っていうのがあったので、もうその辺はすごくやっぱりこう仲良くしてるからこそ信頼して話せるし、うんうん、ね、紹介してもらってもすぐちゃんとつながるしっていうので、うんうんうん、そこはすごく良かったなと思ってます。確かにラジオでお会いするのが月1回で、はい、まあ、それ以外が交流会とかで1回あったりなかったりなのが毎週プラス話すようになるので、そうですね、まあ、本当により仲良くなれて、よりお互いのことを知れて、はい、なんかより応援したいなっていう気持ちになりましたね。あ、そうか、ありがとうございます。実際やってみたらですね、そのアクションコーチの経営のノウハウをなんかほぼほぼもうできてるっていうね。いやあれこれ伊藤さんできてますねみたいなっていうのがあってね、本当すごい、僕にとってすごい勉強になる時間でしたね。本当にありがとうございます。じゃあ今実際本当山本さんみたいな会社の経営者から、はい、まあ、もうちょっと規模が小さめの方までいろんな人が今アクションコーチ受けてもらってるんですけども、実際受けてみて、はい、どういう経営者がこれ受けたらいいかなとかってあります？面白かったら。そうですね、はい、まあ、私個人の意見ではあるんですけど、うんうんうん、やっぱり今その社員を抱えていらして、社員と一緒にその現場の作業を一緒にやってる社長さんですね、忙しくしてる社長さんですね、はいはいはい、そういった方にぜひ受けてもらったらいいのかなっていうふうには思ったのと、うんうん、私自身がですね、十数年前はそういう状態だったんですね、うんうん、なんですけども、やっぱりこう毎日忙しすぎて、うん、で社員が帰った後もやっぱ仕事をしたりとか、うん、あと会社のその何でしょうかね、事務作業ですね、はい、やったりしていてですね、うん、本当にその会社の仕組みとかに時間を使うっていうのができてなかったんですよね、うん、はい、そのせいで会社の成長も遅いし、社員のお給料も一生懸命アップしてはいくんですけども、うんうんうん、やっぱりその
まあ、気前よくガンガンと上げていくっていうのもなかなか難しくて、で自分もヘトヘトだしというところだったんですけど、やっぱりそんな中でも休みの時間削ってちょっとずつそう取り組んでいく中で、自分の時間ができてきて、まあちょっと時間はかかったんですけど、今は本当にもうまあ語弊を恐れずに言うんであれば、何も実際の実作業しなくても私はいられるというか、すごいですね、はい、もうみんなに任せて仕事してもらえれば、勝手にお給料も払えるしっていう状況になっているので、すごく時間に余裕ができているんですよね。まあ、そういった意味では今忙しくしている社長さんだからこそそういうのをやってもらって、はい、で私、まあ、時間ができたからって遊んでるわけではなくて、ちゃんと新規事業ですね、そうですね、新規事業に取り組んだりみんなの仕事がよりやりやすくなったりとかですね、もっとその楽に仕事ができるようにしたりとか、そういったところをどんどん取り組んで、形を作って渡すっていうことをどんどんやってるんですけど、やっぱりそれを進めていくに従ってみんながその楽しそうに仕事してくれてるっていうのがあるので、まあ、そういった意味ではみんなでこう辛い中頑張ろうぜっていうよりはみんなで楽しく仕事できる状態ができたら一番いいなっていうのがあってですね、そういうふうに思ってらっしゃる社長さんとかはすごくいいんじゃないかなと思います、ね、なるほど、はい、いいですね。もう素晴らしい経営者ですよね。ありがとうございます、ね、もう会社が本当自創化をされてて、でもより会社良くしよう、社員を幸せにしよう、人の役に立とうと思って頑張ってらっしゃるっていう、素晴らしいですね、はい、もう見習います、完成して。じゃあ最後にですね、はい、まあ、山さんも受けてみたいなアクションコーチのちょっとした体験セミナーとかを聞いてもらった方とか、あと実際今アンケートとか診断とかってちょっと検討してる人とかもいると思うので、もし今検討してる人にメッセージが何かあればぜひお願いしていいでしょうか。そうですね、一番最初自分もその診断やっていただいて、うん、はい、何でしょうかね、見えるかっていうんですかね、うん、どれぐらいできてるんだろうとか、他の、ね、経営者の方と比べてどこが足りてないのかなとか、はい、そういうのが見えるようになってきているので、うんうん、そこ何でしょうかね、ここがこうだからこれをやるといいよとかっていうのがこう明確に見えてくるようになってると思うので、まずは診断受けてない方はまず診断無料でやっていただけるんですよね。そうですね、今のところは今のところね、はい、無料でやっていただいて、はい、で解説も1回セッションでしていただけるんですもんね、はい、でそれとあと第1回目のセッションも無料でやっていただけたので、まあ、そのあたりも含めてやっぱこう、ね、とりあえず無料でできるところは最大限やってもらって そっから判断でもいいのかなっていうのは思いました、ね、はい、うん、とりあえず無料の来てくださいそうですね、はい、やっぱり本とか読むよりも実際にその、いろんな方とセッションやってる方に、うんうん、時間取ってもらってやるっていうのは、うん、すごくその無料の範囲だけで終わったとしてもすごく勉強になる。そうですね、確かに確かに、うん、やらないともったいないなって気がしますね。そうですね、初回までは無料でお願いしてありますのでよかったらやってみてください。まあ、また山本さんとはね、いろいろこういう話をしたりとか、また違う場面でもなんか登場してもらいたいなと思ってますので、なんか聞きたいこととかありましたらぜひメッセージもらえれば聞けますので、よろしくお願いします。はい、お願いします。じゃあ山本さん、今日は本当にありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、じゃあまたお会いしましょう。ありがとうございます。